はい、こんにちは、あざつです、今小倉駅前に、いまして、これから、阪急フェリーを使って関西に帰ろうと思います。それでは行きます。それで、阪急フェリーのスイートなんですけども、追加料金なしで1人分の料金で乗れるということで、お得だなということで今回撮ってみました。人生初めてのスイートです。結構楽しみにしてます。でご飯がですね、あの阪急フェリーちょっと独特で、変わってますんで、そこのとこもレポートしていきたいと思います。それではということでですね、私時間勘違いしてまして、18時14分なんですけども、バスは今日休日休前日になるんで18時40分に到着するみたいです。ということであと30分弱であるんですけども、まあ、待ってますということで、また後ほど。ちなみにスイートルーム、15,160円ということで一人利用ですね。2人だと3万円ぐらいするはずです。で普通だと半額を保証なんで2万2,000円かかるとこを今回15,160円ということでお得になってます。夕ご飯の方もですね、他のフェリーと違う部分ありますので、楽しみにしてます。では向かいます。バス到着しましたので乗り込みます。予約してます、いいですか。 A の80194 です。はい、どうも。はい、それでは到着して発見しましたので、フェリーに乗り込もうと思います。今回は大和新造船ですね。まだできたばっかで、できたてほやほやみたいです。それでは、スイートルームなんで、楽しみに乗っていこうと思います。これが定常級席。
風が。はい、いらっしゃいませ。あ、これカードキーです。あ、はい。あとできたら消毒お願いします。はい。はい。どうも。ちょっと気に入った。いらっしゃいませ。じゃあ、どうも。ここは食堂ですね。16ですね。はい、到着しました。はい、到着しまして、すごいですちょっと初めてですね、こんな経験。ちょっとお部屋の説明いきたいと思います。まず入って、すぐに、救命胴衣と、クローゼットがあります。でクローゼットの中には毛布があって、寒い時は使ってくださいねですね。で、これなんだろうな、タオルか、バスタオル、フェイスタオルセットがあって、浴衣がありますよ。あと船子のこれタオルですね、タオルがあります。これ持って帰れるやつですね。と使い捨てのスリッパがあります。そしてテレビ、テレビはあれだな、船内案内がないですね。おお、赤赤。港おすすめメニューといたしまして、ハンバーグアメリカン、豚しゃぶと。ないですちょっと後で見てみようと思います。浴衣貸し出しサービスとかあるんでね。でフリー Wi-Fi がありますよ。で空気清浄機がついてます。これはすごいですよ、最新式のやつかな。で電気ケトルと、アルコール除菌もお部屋についてると。それでなんと冷蔵庫があります。よいしょ、冷蔵庫。お水とお茶が入ってんな、これ飲んでいいんかな。ちょっと後で調べてみようと思います。多分サービスだと思うんですけど、あ、お茶とお水サービスですって。これはすごいな。で、お茶とお水のサービスを用意してあります。大和船長ということで、これはサービスいいですね。でお菓子がついてまして、でコップ、ルイボスティーとダージリンティー、あとコーヒー、コーヒーないな、ほうじ茶があります。コーヒーはないんですね。とアメニティのいろいろ、ソープってことは石鹸ですね。あとレディースセット、歯ブラシ、あとヘアブラシですかね、とひげ剃りがあります。とこれティッシュ、これも使っていいですよですね。あと、ドライヤーがついてます。ほとんどホテルですねこれ。
すごいですよ。窓が大きいです。窓が大きい。これはすごい。まあ座っ、あと、こちらの方にソファーがあります。これソファーベッドになるやつかな。なんないやつか。なんないやつですね。あと普通のちゃんとしたベッドが2台あります。これホテルにあるやつですね。硬さもなかなか良さそうですよ。で、ここに説明、贅沢なね、目覚めということで。贅沢ですね、もうこれだけで。で、ベッドの照明、ホール、フット、ベッド。で、USB のコンセント。あと 100V のコンセント。で、ルームが、これが調光になってます。これはすごいな。まあ、つけとこうか、明るいんで。こんな感じですね。全部つけると。後で撮ろうか。で、実はこの部屋、お風呂がついてます。まあ、お風呂ついてるんですね。トイレとお風呂。トイレは、シャワートイレがついてまして、お風呂めっちゃ広いですよ。普通に16ぐらいの大きさがあります。あと、ハンドソープと、シャンプー、コンディショナーと、ボディーソープがついてます。こちら、メイドインジャパン。フィードという、音楽群にある、音楽町か。にある、会社だそうです。大きな鏡もあって、これはいいですね。まあ、大浴場あるんで、大浴場行くと思うんですけど、私お風呂好きなんで。まあ、こっちも使うかな、どうしようかな。展望じゃないんでね、まあ、あれですけど、ゆっくり休めると思います。ちょっとな、窓が、まあ、塩なんで汚いけど、しゃあないかな。これ、明るすぎますね。よし、こんなもんかな。お風呂に入ってくるか、あと何分あるんだろう。今19時30分。出港が、8時なんで、ちょっと時間ありますね。あ、エアコン忘れた。エアコンは、ダイキンの最新式のやつ。これはいいですよ。あ、ここで消すんだ。近くないからわかんねえよ。みたいな。あ、そんなこと言っちゃダメですね。あ、これは、いいかも。で、全部消して、外を見ると、こんな感じですね。綺麗ですよ。ということで、セットしようと思います。ということで、出港まであと、18時20分ぐらいですか、ありますんで、ちょっと船内の方探検しに行こうと思います。716ですね。はい。それでは、ちょっと行ってます。給湯室が近くにある。なんか、いい部屋専用みたいな感じですね。コールドウォーターということで、お水が出る。と、こちらが給湯器ですね。カップ麺作り放題です。なんか、廊下がすごい綺麗ですよ。多分一番前が、一番いい部屋になってるんじゃないかな、確か。ロイヤルですね。泉大津の阪急フェリーと形似てますけど、ちょっとちっちゃめなんですね。面白いですよ、なかなか。
この吹き抜けもちょっとだけちっちゃいんです。もうちょっと広くて円形になってたようなイメージありますけど、共用部が広いですね。500ml 缶が380円、沖縄のオリオンビールがあります。あとハイボールが290円、その他氷結とかありますね。で、ジュースが陸の上と同じ値段であると。ここら辺は同じですね。すごくいいです。売店がめっちゃ綺麗ですね。船子グッズ、ワインがあります。で、自販機コーナーはカップヌードル、どん兵衛、とアイスなんかもあります。これいいですね。ただ冷凍食品の自販機はないと。新しいですからね。最近もうあれ製造してないみたいなんで。関西機能で1時25分、3時35分、7時10分。明石海峡大橋は名門太陽フェリーと一緒ですね。お風呂が23時前と6時30分だ。ゲームセンターもあります。23時11時まででございます。どうぞご利用くださいませ。スロットとかって絶対ありますよね。なんででしょうか。なお、ただいま新型コロナウイルス感染拡大防止のため、はい、気がついたら出港10分前なんで、外に
出てみようと思います。まあせっかくのイベントごとなんでね、いつも行ってますよ。展望デッキ広いですね。エンジンの音がものすごく静かなんですけど、すごいですねこれ。さすが最新式。こっちが後ろで頭から積んで突っ込んでるということは、後進から行く感じですね。下には降りれないのか。形は摂津とかとそっくりですね、やっぱり。ということで、左舷ましたね。レストランは10時ぐらいまで空いてるそうなんで、先お風呂の方が良さそうですね。お風呂は好き具合によりです。
はい、出港しましたのでお風呂に入りに行こうと思います。それではよし、お風呂上がったらご飯にしようかなって感じですね。どこ、到着しました。ここにはシャンプーとリンスがあります。コンディショナーがないんですね。リンスインシャンプーなのかな。中はジェットバス。そしてデンブロがあるんです。はい、お風呂から入上がってきました。ですね、いろいろちょっと見てたらよく考えたらこのテレビすごいですね。お部屋にこんなテレビが、ついてんですね。これは大きいですよ。ということで、現在、いる場所を示してくれてます。左舷に宇部が見えるんかな。ちなみにこの部屋、右舷側なんで、国東半島と、四国側が見えていくみたいですので、今晩ちょっといろいろやってみようかと思います。なんか黒くなってるな。ということで、もうちょっとしたら夕ご飯を食べに行こうかと思いますんで、それではちょっと休憩します。一つ気がついたことがありまして、この船全然揺れないんですね。船首側だからなのかちょっとわからないんですけども、まあいいお部屋は揺れないということでちょっとビビってます。この前名門太陽フェリー乗ったんですけど、それと比べても全然揺れてないですね。もうちょっとしてみないとわからないんですけど、もうそろそろ豊後水道入ってると思うんですけど、全く揺れてないんでこのまま続きそうです。さすが瀬戸内ってのもありますけどね、本当なきです。ということで、船酔いする人でも全然心配ないぐらいです。ということで、ご飯に行きたいと思います。それでは。はい、ご飯を食べようと思います。こちらはバイキングじゃなくてカフェテリア方式ということで、
噌汁とご飯ください。はい。ご飯は普通でよろしいですか。あ、普通で、あ、大盛り。け、おかわりできるんですよ。はい。あ、まあまあ大盛りください。はい。お待たせしました、はい、ありがとうございます。はい、戻ってまいりました。お腹いっぱいです。すごい、多分一番安いメニューで行ったんですけど、よいしょ。はい、一番安いメニューで行ったんですけど、お腹いっぱいになりました。よいしょ。ということで、今どの辺なんだろう。今ですね、
もう9時14分なんで、そろそろ寝る準備というか仕事もちょっとやって寝る準備したいと思います。それでは。はい、それでは、夜も遅くなりまして、もう今日疲れたんでそろそろ寝ようと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます、今ですね、6時47分になりました。もうそろそろ明石海峡大橋、通過するというので、明石海峡大橋が7時10分ですね。ということで今から、外にちょっと出てみようと思います。まあ今日は晴れてて、綺麗な景色撮れると思いますんで撮ってみます。それでは向かいます。写真撮ってる人がいるだろうな。こっちが四国側ですね。明石海峡が見えてきましたね。大きいです。ここから大体あと15分ぐらいでしょうか。あ、ちょっと待ちます。時刻通過なんで名門太陽フェリーもどっかいるはずなんですけど、航路が違うんでしょうかね。ちょっと気になります。
海洋フェリーかな、なんか見えるな、大きい船が。橋をくぐるからなんだっていう人も、いたりしますけど、これは絶対見た方がいいですよ。なんせ人間が作った構造物ですからね、とてもすごいです。それではご飯の方へ向かうと思います。はい、お部屋へ戻ってきました。すごいいい風景が見れましたね。これはすごいですよ。すごかったです。絶景です。ということで朝ごはんを食べに行こうと思います。絶対あれですよ、見た方がいいですよ。生ですごいですね。向かいます。Thank you.
セット一つ。こちら朝カレーセットのサラダになります。ちょっと前の方でカレーを食べていきます。おはようございます。はい、朝カレーセットは食セットですね。モーニングセットです。モーニング。フレンチトーストはいかがですか。モーニングお願いします。モーニング。はい、どうぞ。こちら間違いですね。モーニングセット2番入りました。で、あとこちらですね、ゆで卵。あ、ね、ゆで卵、はい。あとこちらフルーツカクテル、サラダも出しますので、はい。あとこちらサラダですね。はい。先でトーストコーヒーを受け取ってください。はい。おはようございます。はい。コーヒー。コーヒー。はい。はい、お部屋へ戻ってまいりました。よし、今ですね、7時23分ということで、8時半に、到着しますので、あと1時間弱ですね、1時間強か、まあ、ゆっくり楽しみたいと思います。朝日がめっちゃ綺麗です。それでは、はい、ということで今、8時5分になりました。もう節減しそうな感じですね。8時半なんで、着くのがということで、ちょっと外に出たいと思います。節減見ようかな。すごいですよ、神戸が見えますね。ということでちょっと外出ます。鍵持ってたっけ。
な。さすが神戸、タンカーがいっぱい出ます。誰も外に出てこないとこを見るとあんまり興味ないのかな。お部屋で見てんのかな。結構暖かいですよ。もうカモメがいっぱいいます。わあ、風が意外と暖かい。神戸の六甲の山並みが見えますね。綺麗です。今日は輪郭がはっきりしてます。カモメもいっぱい飛んでますね。プカプカ浮いてますよ。面白いです。釣り船もいます。六甲はサンフラワーがいるんかな、ですよね、確か。なので近くにいるはずです。サンフラワーの大分航路の方がいます。一回乗ったことありますが、この船見えたかな、ちょっと覚えてないですね。確かターミナルは近くにあったと思います。そっか、前は車だったからか。徒歩で来るのは私初めてかも分かりません。あれ、サンフラワーですね。そっか、サンフラワーに乗った時に前と後ろについてたのが、前のヤマトだったわけですね。あ、太陽見えますね。サンフラワーです。めちゃくちゃ綺麗ですね。あの船もそんなに新しいわけじゃないんですけど、こっちの方がまだ新しいんですけど。ということは、両舷方針で港に入るという形になります。まあ、せっかく窓のあるお部屋なんで綺麗な風景撮れさせて、今日はお部屋で雪原を迎えようかなという感じもしないでもないです。ということで、また後ほど。レザー投げられて着岸しました。ということで下船の準備をします。はい、到着しました。ということで下船します。めちゃくちゃいい部屋でした。こんな旅行でこんなに体力消耗しないのすごいですね。寝て帰れます。まあ普通のフェリーもすごいんですけど、さすがにこんな広い部屋だとちょっとラグジュアリー感すごいですね。ということで、ボーディングブリッジがそろそろ着くと思うんで、降りていこうと思います。それでは、はい、決戦します。一晩ありがとうございました。いい部屋でした。